今日も一丁頑張りますか。やってやるよ。全力で頑張るぜ。はいよ。私頑張るわ。了解です。
仕上がってきたよ。ここでも不動の4番を目指せ。仕上がってきたよ。ありがとう。仕上がってきたよ。ありがとうございます。スキルアップしましたよ。よっしゃ、営業開始だ。じゃんじゃか稼ぐとするかの。ダメだダメだ。ラッキーやね。ラッキーまさかの。予定通りの結果です。まだまだ若いもんよ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。バブカアップだ。よっしゃ、営業開始だ。じゃんじゃか稼ぐといいです。いいね、いいね。ついとらんの。いいね。ラッキーでしたね。ラッキー。予定通りの結果です。まだまだ若いもんよ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんな株価アップだ。よっしゃ、営業開始だ。じゃんじゃ始めますね。安全です。ラッキーでしたね。ラッキーです。ラッキーじゃん。ラッキー。予定通りの結果です。うまくいったの。しかし成功。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんな、株価アップだ。株主総会が近いです。よっしゃ、営業開始だ。じゃんじゃか稼ぐとするかの。ラッキー。いいね。ラッキー。いいね。ラッキーです。予定通りの結果です。満足いただきました。しかし成功。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんな株価アップだ。株主総会がやってきました。株主総会。
行くぞ。それでは決算報告をさせていただきます。春日一番社長お願いいたします。決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移り、この経営陣は未来を考えていない。考えた経営手法がお粗末すぎます。聞いてくれます。ご質問のある手話の方は挙手をお願いいたします。下積みからやり直し。まるでボケすぎてて聞いてくれます。どう考えてるの。納得しちゃう。ご質問のある株主の方は挙手。経営の基礎が大事。私の意見は聞いてください。考えてみてください。心配してやる。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。会社をもっと大きくできますか。聞いてくれます。志は持っていますか。僕は思うのですが。誠に申し訳ありません。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。経営はままごとじゃねえぞ。この程度考えた。いや待ってください。聞いてください。反論できん。ご質問のある、すみませんでした。ご質問のある株主、下積みからやり直し。どう考えてるの。お笑いなら、どう考えてるの。納得しちゃう。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。株主を甘く見てるだろう。経営はままごとだ。もう言うことはねえよ。これにて定期株主総会を終了いたします。それでは今回の大成功を祝して一つよーしょー。最高の株主総会だったな。株価大幅アップだ。よっしゃ、どうだ。ランキングがアップしました。よっしゃ、営業開始だ。じゃんじゃか稼ぐとするかの。ラッキー。ラッキーじゃの。ダメだダメだ。ラッキーです。予定通りの結果です。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしいことですね。みんなよくやった。株価アップだ。よっしゃ、営業開始だ。美しき街横浜で産声を上げてうん十年。目まぐるしく変化する時代の中、私たちが決して変えなかったもの、それはこだわり抜いたせんべいの味とお客様を大切に思う気持ちです。あなたの笑顔を作る企業でありたい。笑顔が一番。私たちは一番ホールディングスです。
ジャンジャが稼ぐとするかのいいわね。ラッキーでしたね。ラッキー。いいね。お程度はまだラッキー。うまくいったの。しかし成功。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんな株価アップだ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんな株価アップだ。株主総会が近いです。よっしゃ営業開始だ。ラッキーじゃ。いいね。いいね。ラッキー。いいね。ラッキー予定通りの結果です。満足いただけますか。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。株価アップだ。上がってきたぜ。ランキングがアップしました。総会がやってきました。株主総会行くぞ。それでは決算報告をさせていただきます。春日一番社長お願いいたします。決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑を終わります。笑いが足りてないっしょ。もっと目立たないとダメ。私の意見に何を考えてる。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。おとどまりの課長は。いや甘すぎた。私は思うのですが、聞いてください。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。この程度と失望しない。聞いてください。のいや待ってください。一理あるの。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。株主を甘く見てるだろ。経営はままごとじゃねえぞ。聞いてください。反論できん。ご質誠に申し訳ありません。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。この程度しかできない。私は思うのですが、聞いてください。なんと考えてみてください。ご質問のある株主の方はぜひ。すみませんでした。株主を甘く見てるだろ。この程度ちゃんと考えてた。いや待ってください。もう言うことはねえよ。ご質問のある株主の方は、はい、挙手をお願いいたします。そのレベルが低すぎる。いや待ってください。聞いてください。もう
いいことはねえよ。これにて定期株主総会を終了いたします。それでは今回の大成功を祝して一つよーしょー。最高の株主総会だった。株価アップだ。まだまだ成り上がるぜ。ランキングがアップしました。頑張るぜ社長。勉強になったよ。嬉しいね。ますます頑張るぜ社長。実力は。
嬉しいです。リラックスしましたよ。勉強になりました。リラックスしましたよ。勉強になりました。よっしゃ、営業開始だ。ジャンジャが稼ぐとするかの。超ラッキー。いいね、ラッキー。いいね、ラッキーでしたな。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。株価アップだ。よっしゃ、営業開始だ。ジャンジャが稼ぐとするかの。ラッキーでしたね。いいね、やった。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。株価アップだ。よっしゃ、ランキングがアップしました。よっしゃ、営業開始だ。ジャンジャが稼ぐとするかの。超ラッキー。ダメだダメだ、ついてないわ。ラッキー、やった。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんな株価アップだ。
総会が近いです。よっしゃ、営業開始だ。じゃんじゃん、ラッキー、超ラッキー、ついとらんの、超ラッキーだね。へぇ、ひどいよ、うまくいったよ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。わずかアップだ。株主総会がやってきました。有意義な会にしてやるさ。株主総会、行くぞ。それでは決算報告をさせていただきます。春日一番社長、お願いいたします。決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に移りたいと。ボケすぎて止めないでしょ。ご質問のある株主の方はぜひお願いいたします。私は思うのですが、考えてみてください。ご質問のある株主の方は挙手をお願いします。この程度質問したのは株主か。一理あるな。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。この程度と失望したのは女帝は生きて一理あるな。誠に申し訳ありません。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。このレベルが低すぎるぞ。この程度考えてみせる。ご質問のある株主の方は株主を甘く見てるだろ。なあ、理想の理想考えてみろよ。もう言うことはねえよ。すみませんでした。はい、はい、笑わせるな。私は思うの。聞いてください。考えてみてください。一緒に。くしゃ、俺はままごとじゃねえぞ。私の意見は、この程度と失望したな。まあ、もう言うことはねえよ。これにて定期株主総会を終了いたします。はい、それでは今回の大成功を祝して一つよーっ、最高の株主総会、株価アップだ。上がってきたぜ。ランキングがアップしました。We'll be right back.
営業開始だ。おっ、始めるか。いいね。ラッキーでした、ラッキーでした、ね、まさかのクス。いいね。ラッキーじゃ。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんな株価アップだ。上がってきたぜ。ランキングがアップしました。よろしく頼む。よっしゃ、営業開始だ。始めるか。ダメだ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 。いいわね。まさかの。いいね。ダメだダメだ。ついてないな。超ラッキー。いいね。うまくいったよ。うまくいった。うまくいったな。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんな株価アップだ。よっしゃ、営業開始だ。じゃんじゃか稼ぐとするかの。ラッキー。ランキーついとらんの。計算額やったー。いいね。うまくいったよ。うまくいった、うまくいったな。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんな株価アップだ。損はさせねえさ。株主総会が近いです。よっしゃ、営業開始だ。じゃん、始めるか。ダメだダメだ。ラッキーじゃ。ついとらんの。まだまだ若いもんには負けんぞ。今回の営業結果です。素晴らしい結果ですね。みんな株価アップだ。頑張るぜ。おい、さあ、今日も一挙頑張りますか。
株主総会行くぞ。それでは決算報告をさせていただきます。春日一番社長お願いいたします。決算報告をさせていただきます。ありがとうございました。それでは質疑応答に今日は徹底的に追求します。まずは落ちるだけだな。平均な状況だ。いいことはねえよ。ご質問のある株主の方は、はい、ぜひお願いいたします。笑いが足りてないっしょ。もっと目立たないとダメっしょ。確かに。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。まだまだ甘さが目立ちますね。とにかく僕は気に入られた。一理ある。聞いてください。私は論破されてる。ご質問のある株主の方は、お留まりの会社は株主だ。私は思うのですか。それはそうか。ご質問誠に申し訳ありません。ご質問のある株主の方は挙手をお願いいたします。こんな社長信頼できません。皆さん僕は本当に魔のですか。聞いてください。一度私に考えてみてください。私がご質問のある話の方はすみませんでした。私は思うのですか。聞いてください。ご質問のある株主の方は挙手をお願い。何に乗れない会社は私の意見。僕は思うのですか。信頼してやる。これにて定期株主総会を終了いたします。それでは今回の大成功を祝して一つよーっしょー。最高の株主総会だった。株価大幅アップだ。まだまだ成り上がるぜ。ランキングがアップしました。よっしゃ、株主総会成功だ。これでついに株価ランキング10位以内になったな。はい、あと少しでトップですよ。やりましたね。私が負けるなんて。そんな。これで3連星とかいうのは全部倒したな。さて白状してもらおうか。てめえらを仕向けてるのはどこのどいつだ。それは私だよ。あなたは。え、誰だ。どうも、宝生コンツェルンの会長、宝生です。宝生コンツェルン。横浜で最大の企業、株価ランキング1位の企業です。そしてかつて私たちを騙して一番成果を転落させた張本人です。なんだって。騙したなんて人聞きが悪いな。ここはビジネスの現場、騙される方が悪いんだよ。どうしてエリちゃんを狙った。決まってるだろう。ちょろそうだったからだよ。父親を亡くして急に後を継ぐことになった一人娘、きっと大きな不安を抱えて誰かに支えてほしいはず。こんな格好の騙し対象が他にいるかい。案の定手を差し伸べるふりをしたら、ほいほい騙されやがった。大事な親父の作った事業を根こそぎ奪い取ってやったよ。てめえ。もともとこいつの父親が私は気に食わなくてね。人情経営とか言って周りからの人望を集めて
楽しげに事業を拡大していたからずっと目障りだったんだ。いつか潰してやろうと思っていたが勝手に死んで、バカな娘のおかげで簡単に潰せたからよかった。ひどい。まあ私が騙さなくてもお前は遅かれ早かれ誰かに騙されて転落していたと思うけどね。騙された先が私でよかったじゃないか。なんせ私は横浜ナンバーワン企業の社長だからね。騙されがいがあるってもんだろう。この野郎。おっと、いいのかい。飛ぶ鳥を落とす勢いの一番ホールディングスの社長さんが暴力沙汰なんか起こして、それも私を殴ったとなれば横浜の経済界を敵に回すことになる。おすすめはできないな。なこと知ったことか。やめてください春日さん。エリちゃん、ここで殴ったらこいつの思うツボです。こいつは私たちに自滅してほしいから挑発してるんですよ。ほう、少しは成長したみたいじゃないか、お嬢ちゃん。私たちは正々堂々戦って、あなたたちの会社に勝ってみせます。絶対にランキング1位になって横浜の経済界を味方につけて、あなたを追い詰めてやる。小娘が、できるならやってみろよ。ここからは我々も手加減なしでやらせてもらう。覚悟しておけ。あまり会社経営をなめるなよ。春日さん、私絶対あいつに勝ちたいです。ああ、俺もだ。わかった。春日さん。おう。それでは。
でいこう。それでは